はい、ついに始まりました。妖怪ウォッチ真打ち。妖怪ウォッチ2の本家をね、700時間ぐらいプレイして、その程度引き継いで、真打ちを今回始めることになります。最初からするわけじゃないんで、この真打ちで追加された要素を今回は、中心に、進めていければなと思ってます。妖怪ウォッチバスターズだったりとか、あと追加された、カイマの妖怪であったりとか、あとダウンロード版の限定の妖怪とかね、あと、いろいろとにかく追加されたダンジョンとか、たくさん追加要素があると思うんで、それをちょっと今回はね、楽しんでいければと思ってます。というわけで、改めましてヒカルです。妖怪ウォッチ2ね、真打ちね、本家同様に楽しんでいこうと思うので、ぜひ、見てほしいなと思います。では、お願いします。じゃあ見るか、オープニング。おい、ブリ。歌も地味に変わったんやな、これ。一緒なんですね、ベースの歌はね。ポップゲラゲラポップ。おー、武士やん。お、土の子パンダ。これが確か新しいストーリー、ダークニャンってやつですね、確か。これ地箱間かな、この妖怪メダルついてましたね。これ地箱間かな、ちゃうな。地箱間あったと思うんですけどね、限定で。これバスターズ。のぼせトンマン、そしてこのジバニャンの超デカなったバージョン。バスターズがすごい強化されてる。でこれがさっきのやつが妖怪ウォッチバスターズで一番最強のキャラらしいですね。妖怪ウォッチの社長、日野社長の日野神っていうのが出てくるらしいですね。いやー、やばいね。やっぱ真打ちらしいですね。かなり変わってますね。続きからいきます。どんな感じで始まるの？プレイヤー名変更。いいえ。OK。おう。いきます。どんな始まりをするんですかね、これね。それがわかんないんですけど。追加要素。追加要素どこでわかるんやろ？絶対に追加された要素があるんですけど、ちょっと家帰りますか、一回。家帰って寝たら起こるんかな？どこに何が追加されたかがわかんないんで、一通り全部クリアしてるんで、多分、どっかに追加されてはいると思うんですけど、無限地獄みたいに。とりあえず寝ましょうか、一回。朝になったらわかるかな？多分ですけど。ちょっと見ましょうか、一回。ちょっと一回した。むにゃむにゃ、交代するのか？交代してくれ、バク。さて、お！始まったぞ。一方、その頃。なにこれ。誰こいつ。そろそろ起きたら、どう？これ絶対どうやん。金銀銅の銅出てきたやん。企んでそうやな。おお、これは。驚いた。まさかお前が我らを復活させてくれるとは。とにかく助かった。礼を言うぞ、どうよ。どういたしまして。じゃが、これからどうする？もう、ウバウネ様は倒されてしまったぞい。何？ウバウネ様が、俺操らめ。すべての原因は妖怪ウォッチ。まだ企んどるで、こいつら悪いこと。あの時計が例の子供の手にある限り、我らの邪魔になるのは間違いない。しかし、どうやって子供と妖怪ウォッチとの絆を断ち切る？あの時計を作った小僧の時も、猫妖怪の時も、我らことごとく失敗してしまった。心配するな。まだ手はある。あのおしゃべりな静浄化を狙うんじゃ。おい、ウィスパー狙われてまう感じ？うまくいけば、奪われ様が倒されたこともなかったことにできるやもしれぬ。なるほど、それはいい。では早速始めるとしようかね。ふふふ、楽しくなってきたね。この銅はこいつは何なん？こいつは。どういうこと？わしにも教えて。ちょっとこいつはちょっとバカなんかな、単純に。おいおいおい。ウィスプおらへん？あ、おるわ。普通におったわ。トピックスゲラゲラポー、ゲラゲラポーってどういうこと？なんかめっちゃ変わったんやろな、これ多分。ヒカルくん。妖怪のことでわからないことがあったら、もっと私を頼ってくださっていいんですよ。お久しぶりにウィスパーの声出した気するな。でもウィスパーがいないって言っても、いつも妖怪いるじゃん。信用できましん。むか。ていうか最近俺の方が妖怪について詳しいんじゃないかって思うんだよな。むかむか。妖怪出っていうか、妖怪検索魔とかに肩書き変えるべきなんじゃないかな。妖怪 Google ね。むかむかむか。どっかんこー！私はきちんと調べてから発言するように心がけているのです。当然しているんですが、いわゆる安全確認のようなものです。ですから、妖怪のことなら必ず私を通してください。いいですね。はい、返事は？お、種ごと。妖怪軍師ウィスベイ第1部。おすすめレベル52。ほう、妖怪バトルでカンニングばかりのウィスパー。本当に妖怪のことちゃんと知ってるの？これが新要素ですね、ウィスベイ。そう来なくっちゃ何でも聞いてくださいな。ていうかさ、ふと思ったんだけど、ウィスパーって他の妖怪みたいな特別な能力ないよね。ドキ。本当に妖怪なの？ズキドキ。こう見えてちゃんと能力はあります。隠しているだけなのです。なんで隠す必要あるの？妖怪の力見せてよ。それは、プシーくれたんなのです。大事な用事を思い出したので、この話はまた今度ってことで。何それ。ほう。ウィスパーの謎に迫るっていうのが今回のシナリオの一つなんですよね。ウィスベイ。これ、妖怪ウォッチのホームページに載ってましたね。あ、ジバニャンと。ウィスパーなぜ自分の能力を隠し続けるにゃん。お、ジバニャンかわいいな。おかしいにゃん。妖怪自然体でいるのが一番にゃん。それは、私の力は呪われているのです。ひとたび呪われ力を解放してしまえば、それは恐ろしいことが。なんだか知らないけど、たかが知れてるにゃん。だと？何より、能力を発揮してしまえば、きっとまたお別れをしなければならなくなるのです。せっかくヒカルくんと出会えたのに。にゃにゃ？うわ、来たー、金銀来たで、おなじみ。あ、どうもおるやん。ねえ、どういうこと？いひひひ。あやつさえあの妖怪羊さえいなければ、あの子供が妖怪と接することないのじゃ。始めるぞ、銀道。うわぁ。どひゃー、ヒデブー！ウィスパー！ヒデブー、久しぶりに来たな。ヒデブーって。バカな奴らじゃ。金銀説明してくれんか。あの連中どうしたんじゃ。お前どうって言っただけやろ。いひひ、巻き戻石の力で運命の分岐点に戻してやった。これ便利やな、巻き戻石。そこでの選択次第では、あやつめがあの子供の前に再び現ることもないじゃろう。企んどるな。でも、上腕死んだからな、もう。おお、これ江戸時代みたいになってもだよ。しかも、ジバニャン変わってないけど。ウィスパーが。ここはどこにゃん？やっぱ江戸時代行ってもたで。時は安土桃山。これだよこれ。天正18年、後に戦国の世と言われた頃のこと。おう。妖怪軍師ウィスベイ。軍師。なんやこれ。クリエイティブプロデューサー企画脚本。日野社長出てた。いきなりこのエンディングっぽいな感じめっちゃかっこええやん。バリかっこよくないなんか。ここ名前連れとるとかっこええな。まあ見ましょう見ましょう、これは。てってんてん。もう妖怪ウォッチの世界観じゃないもんな、すでにもう。こんなんしてもどうで。もう産後無双みたいになってもどうからな。すでに。石田三成ってどうだったさっき。赤丸、おふみ。やばいやばい、なんかめっちゃ進化してないけど、これ。株式はレベル5。かっこええ。無駄にかっこええとか気合入っとんな、これ。お。ウィスベや。あ、でも名前ウィスパー。ん、ここは。あー、これは顔が。私の昔の姿、デジャブ。いや、タイムスリップというわけですか。にゃにゃ赤丸だとは。赤丸そういえばジバの名前やったな。ウィスパーなんか格好が違うにゃ。私も色々ありましてね。いや、ありすぎやろ、お前。髪の毛入っとるやんけ。あ、鶏。ジバニャンクソ普通の猫になってますよ。にゃにゃ確かに。ほんとにゃ。ここは遥か昔、私がまだ若かりし頃に暮らした町。どうやら過去の世界にタイムスリップしてしまったようですね。そういえば俺っちも同じことがあったにゃ。とにかく今はわからないことだらけです。少し町を待って情報を集めてみましょう。おー、こっから。妖怪軍師ウィスベ第1部発生。クエストメニューを確認しよう。一応妖怪メダル持った。あ、てか弱い俺で妖怪メダル。あ、動ける。今何分ぐらいやろ？何分今。何分 ?12。12ちょっと8分か。とりあえず8分だけやりたいと思います。20分ぐらいで気づいたいと思うんで。よう、おっさん。行商人。あたふいちゃ、きぬきぬもめん。今夜のおかずにいかがかね？味噌汁100個何にでも合いますぜ。まあ、旗立っとるから、明らかこっちやわな。お、ふみちゃんこれもしかして。ふみちゃんのこれ女の子バージョンちゃうん？あ、ちゃうわ。あ、このお方は。お、これ、ケイタの、主人公のめっちゃくちゃ祖先やな。昔私が取り付いた慶之助様ではありませんか。思い出してきましたよ。めっちゃ生きとるな。うわ。取り付いた。慶之助。知ってる知ってる？将軍様は馬じゃなくて、牛の敵さんに行くらしいよ。牛だけに猛突進ってね。あ、声も一緒や、これ。慶之助。あ、田中。牛ほんとか？それで戦えないだろう。知ってる知ってる？角に住んでる商人の八兵衛さんは、稼いだお金を埋蔵金として山に埋めてるらしいよ。これウィスベイの取り付き？まさかそれどこの山だよ。はっ、また慶之助のホラーマンション本気にしそうになったよ。行こう行こう、危ねえ、また騙されるとこだった。口だけ女みたいな取り付き能力やな、これ。ホラー吹きなんや、これ。あ、俺またやっちゃった。なんでだ、どうしちゃったんだよ、俺の口。ちょに。相変わらずだな、あいつは。知ったかぶりの慶之助か。ああ、油断していたら、私の本来の力が惜しげもなく、発揮されてしまいました。このままでは妖怪不祥事案件。知ってることも知らないことも適当に勢いで言い切っちゃうよね。を、起こす存在。妖怪知ったかぶりに戻ってしまいます。え、こいつ妖怪知ったかぶりだった。名前、本名。てか完全に戻ってる気がしますね。はい。それがウィスパーの能力にゃか。ふむふむ。妖怪知ったかぶりて。ウウィスパーって名前と全く関係ないけどな。最近の俺なんかおかしい。きっと悪い物の気がついてるんだ。そいつが俺に適当なことを言わせるに違いない。あ、いや、意外に勘がいいにゃ。大変だ、ケイノスケ。どうしたの？お前何したんだ？お殿様がおめえをお呼びだそうだ。ええ。お殿様誰やろう。まあ、行きましょうか、お殿様のとこ。なんか嫌な予感がします。我々も行ってみましょう。沢山城城下町。へえ。行きましょう。でもどうしてお殿様が俺を？大丈夫かな？次はめっちゃかっこええやん。めっちゃかっこええやん、このお殿様。そなたが慶之助か。表をあげよ。あ、はい。慶之助でございます。石田三成だ。お、かっこよすぎるやろ、石田三成。石田三成だ。んにゃ、石田三成？もしかして、有名な武将の石田三成のことにゃ？でもなんで石田三成なのな、これ。はい。のは、そうなのか。私、少しずつですが、昔のことを思い出してきました。時にそなた、幻の刀、風月丸なるものを知っているそうだな。風月丸は不思議な力を放ち、手にしたものの運気を上げる。と言われている秘宝じゃ。そうなんですか？これもやはり私のパワーによって、慶之助様が下首を噛まれてしまったのでしょうね。確実にゃん。慶之助よ。その風月丸のありか、この三成に教えてはくれぬか？まずい！なんとなくだけど、前にそんなことを口走ったような気がする。どうすんだよ、なんて答えればいいんだよ。やばいにゃ、このところで、また適当なこと言ったら、さすがに切られてしまうにゃ。一大事です。どうした？まさかこの三成に教えられないと申すわけではあるまいな。いえ、それは。もうこうなったら正直に話すしかない。三成様に、すべて正直に申し上げます。実は、そうにゃ、もう全部綺麗に白衣をしちゃうにゃ。その話はこの口が勝手に。ダメ。あ、言ってもだ、言ってもだ、言ってもだ。ほら、吹くぞ。なんと、それはこの近くに、山の奥さんに、ここらに隠されているのだ。めっちゃ張り切った顔しとんな。こんな顔しとる。こんな顔。おお、そうなのか？絶対なのに何口走ってんだ。どうするにゃ。思い出してきましたよ。確かこの後。あ、お坊さんおる。見とるお坊さんが。ウィスベイ、マジでろくでもないやつやな。家臣。この山を隅々は探しましたが、そんな刀などどこにも見当たりません。これだけ手を尽くしても見つからないとは。ケイスケよ、まさかそなたは我を騙したのではあるまいな。見つかるわけないにゃん。だって最初からありませんから。てか、やばいです。どうした、慶之助。なんとか申してみよう。実は三成様、先ほど申し上げたことは全くのデタラメでございます。このうちは勝手に喋り出しました。何？おそらく悪い桃の木でも取り憑かれているんです。デタラメを言わす、恐ろしい桃の木です。あ、いった。となるにゃ。騙すばかりか。我はそのような絵空事を信じるうつけだとでも言いたいのか？ふざけ者め！ひぃ！お坊さん、こちらだ。お待ちくだされ。へみょぼよ、なんだ？そのものの申すこと嘘ではないようですぞ。なんじゃと？確かに背後にただなる容器を感じます。その子には恐ろしい物の気がついているようです。んだけバレてます？本当に物の気が操っているというのか？しかも人にデタラメを言わせると。なんと、忌々しい。この変妙病が、成敗してご覧に入れましょう。悪霊隊さん、オーバーケーキエロテーキレバー速やかに消えろ。早く一休みして、お茶飲みたいな、冷たい方がいいな。お菓子も食べたいな。甘いの好きだから大福いいな。にゃあ、パラリー。めちゃ適当やないか。待て。うわあ、どうなされました？これは。お、走っていけよ。水がたまる感じ？お、なってもだ。テク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 。そうか。これなのだ。お、これが幻の刀。風月丸なのだ。なんと美しい。まさに秘宝だ。そのもののけであらは、世にこれほどに美しいものがあることを伝えたかったのだ。超プラス思考、こいつ。なんという勘違い。想像力豊かすぎにゃん。聞け！姿の見えるもののけよ！お前を気に入ったぞ。このわしに取り付くがよい。にゃんとすごい展開にゃん。そうでした。この日から私は石田三成様にお付きする。いや、取り付くことになったのです。いや、あかんやろ、取り付いたら。あ、金銀銅。で、次はどうするんじゃ？うひひ。次の分岐点に飛ばすぞい。そして徐々に最も重要で、最後に控える運命の分岐点に向かわすのじゃ。よし、じゃあわしもやらせてくれ。どう？こんな感じ？あ、バカ、その石は元の時代に戻るために取っておいた炎。あ、こいつバカや。こいつバカやぞ、やっぱ。うわー！銅がちょっとあれやな。あいつが足引っ張ってくれそうやな。うわー！ドゥワーン！おなじみ。いたたたたた、一体何が起きたんでしょう。いや、いつの間にか元の時代に戻ってるにゃん。お、どうやら元の時代に帰ってこれたみたいですね。ひとまずお部屋に戻りましょうか。そうにゃんね。まだチョコボーでも食べて、のんびりしちゃいにゃん。チョコボー！おなじみね。よし、じゃあ一旦終わりましょうかね、ここぐらいで。まあ、切りのいいところで。まあ、とりあえず、20分過ぎるんで、一旦とりあえずここで終わって、次この続きから、やっていきたいと思います。妖怪打ち、真打ち、かなり凝ってますね、ストーリーね。楽しいストーリーで。ちょっとね、まあ、楽しんでいきたいと思います。はい、というわけでとりあえず今回はこれで終わります。ありがとうございました。